Aikido is not a matter of merely acquiring physical strength or technique. Its founder, Morihei Ueshiba, conceived of his art as a discipline for purification of the self and as a means for converting the sword into a life-giving instrument. For Ueshiba O Sensei, the techniques of Aiki represent an expression of divine will. This is the key to understanding Aikido's deeper purpose beyond self-defense. In its larger sense, it is a path leading to the merging of man's spirit with the workings of the universe. Ourselves with the universe by purifying ourselves and harmonizing with the movement of the universe. For those who master the secrets of Aikido, the universe lies within. Thus may I say, I who am the universe. Thank you.
森羅万象、すべてのものの万有の阿吽の気を貫え貫いてやな。息吹して子供と息吹して、愛ずすることに一貫のご奉公するのが、すなわちこの愛児道じゃ。愛児道こそやな、すべてのものの完成の道に対してご奉公する。ただチャンパラじゃありません。チャンパラは体と体、物と物とのすれを響きにおいて、ついに冷戦のやむなしに至る。それから日本の国の歴史に地理をよく考えないか。歴史には日本の国の戦術をこともとくれている本がある。これを古典といって古事記、あるいは古言文みなんか、みなそうです。なぜこの戦術においてか、もうすでに地上の争いはもはやたもう古くない。これは空の地の上になっている。地の戦術を行わないか、すなわち相手の地の戦術。今までは対一方で五体の世界、ところが今度は、ね、あるいは渋滞の位置に入り、あるいは液体の位置に、あるいは気体の位置、私の気体の位置から始まってな、そういうことです。それから昨日ご覧の後で月でもって倒す、何も手を触って倒すんじゃないし、そういうのもある。木でもってひっくり返りになって、なぜか自分のところの主に相手を導いてる。昨日の相手ここに座っとる相手はやな、王子を愛すると肩じゃありませんよ。肩こしらえた大元に関連、その折りその折りでやっていくんだ。これが万有万神の成就を明示するところの再生一致の本義そのものこそ、この合気道のもとになる。
分自身の中を振り返って本当の真顔を持って自分の身体を眺めていたらればそれが悟りの上で子供の子神岡の歴史が子供の子の血の中に流れているんですよ。身の内にあるんです。数百億万年の昔も未来もやな現在そのままに自己の身の内に一代のうちに営んでいる血液の血行である、うん、この全てを限る体内の全ての操作ほとんどこれは神の歴史を物語るものです。でこれがあいつ要素に一口に言うたらまあ皆世界を和合させてやな仲良く生きてこの地上に楽路の建設こそ合気道の巣なんだ。まあ仲良く人じゃないかとこういうのが敵はない。無抵抗主義になってくるわけです。けど無抵抗主義の中には潜んでるのは大なる抵抗主義ですよ。みんなを言うことに対して一件一件残らず苦労もやな行わして本当にもほらええことを上島のじじいが教えてくれた。ありがたいです。喜んでもらってこそ上島のじじいの価値があるんです。